エレン、1年前君に船ごと担ぎ上げられて以来ですね。これからよろしくお願いします。いいや、今後もお前らとの接触はない。顔を見せたのは最大限の譲歩だ。それで十分です。今日はめでたい日になる。港が完成して初めて外国の要人を迎えるのだから。パラディ島唯一の友好国ヒーズル国、その特使清宮東人、